おお、洒落てる。装備すごいな。キャンピングカーライフ。こんにちは、モータージャーナリストの K です。今回は K ワークスのオーロラエクスクルーシブをご紹介。ベース車はトヨタのハイエース。オリジナルのポップアップルーフを装備しています。このモデルがすごいのはそれだけじゃありません。実はこのモデル、標準で100アンペアのリチウムイオンバッテリーを3つも搭載しているんです。さらに走行、外部、ソーラーの3つの充電系統に効率よく接続できるシステムを実現。電装関係に特に注力した同社だからできたメビウスシステムが大きな特徴です。またエレベータールーフの装備により室内高を1850ミリも確保可能なんです。セカンドシートにはキャンピングカーに多く選ばれる冷房を採用しています。しかし、ただのレボではありません。同社独自のウレタン加工が施されているんです。シート生地はラグジュアリーなベルギー製、防音加工仕様が施されています。このレボのセカンドシートは、前向きにも後ろ向きにも展開が可能。走行モード、ダイネットモード、ベッドモードへと展開が可能です。仮装している家具は三河地方のレジェンド家具職人が製作。愛知県に本拠を置く同社の地の利を生かしたこだわりです。エレベータールーフのテント生地は撥水性が高く、防寒インナーもオーダーが可能。ルーフのベッド展開ももちろん可能です。就寝場所がフロアベッドで十分な場合はルーフベッドは荷物置き場としても活用が可能です。エレベータールーフは片開きのポップアップルーフに比べて広々しています。居住部分のどこにいても十分な室内高を確保できるアドバンテージがありますね。フロアベッドを展開してみましょう。まずレボの座面側面にあるストラップを引っ張りながらスライドさせフラットにします。ソファーは座面を前方へスライドさせるだけでフラットに。これでベッド展開は完了です。ダイネットテーブルはリアの運転席側に固定することができます。ダイネットテーブルの足はレボの座面下にスマートに収納が可能です。居住空間をスポイルしない、よく考えられた設計になっていますね。卓抜した装備群。続いてオーロラエクスクルーシブの装備と収納を見ていきましょう。まずは助手席側から。カウンターの天板の素材には無垢材を採用。使い込むほどに味が出る仕上げです。家具は傷に強いメラミン仕様にアップグレードさせることも可能です。シンクは蓋付きな上、コンロも装備、調理スペースも十分確保できる作りになっています。このモデルは8ナンバー登録です。8ナンバーキャンピング車登録の構造要件の一つは、水道設備を有していること。
チナンバーは他の区分と比べて維持費も安くなる傾向にあるのも魅力ですね。シンクの蓋を下げるとカウンターをより広く使うことができるようになります。ちょっとした荷物置きのスペースにするにも便利ですね。ウィンドウにはブラインドが標準で備わっています。ハンドルを回すだけでさっと開閉が可能です。ウィンドウにはブラインドのほか遮光カーテンも標準で装備されています。車中泊時のプライバシーはこれでしっかりと守れますね。リア側には容量49リットルの横開き冷蔵庫も備わっています。冷蔵庫はドイツに本拠を置くベガスト製。 FF ヒーターにもよく選ばれているブランドですね。ドリンク類や旅先で購入した洋冷蔵のお土産を入れておくのにも使えますね。オーロラエクスクルーシブには100アンペアのリチウムイオンバッテリー3つのほか、2000ワットのインバーターも標準で備わっています。電子レンジは総じて消費電力の高い装備ですが、このモデルなら電力不足の心配は不要ですね。ビルトインされている冷蔵庫の上部には引き出しがあります。ここにはカトラリーや調味料などを入れておくのがちょうど良さそうですね。効率の高いスポットエアコンも装備。続いて運転席側の装備も見ていきましょう。リア側にはスポットエアコンを標準装備。小型エアコンとして定番のトヨタ店、エンジンを停止しても稼働します。夏場の車中泊、ペットとの車旅にも心強い装備ですね。床材とシート生地、そして家具の素材はそれぞれ好みでオーダーが可能です。長く使う相棒だからこそ細かい部分の製作にも妥協しないという同社のこだわりです。居住部分の照明は天井のもののほか左右にも3つずつあります。省電力な LED を採用しており、長寿命なのもポイントです。リア床面にあるこの扉、その中はランタンや工具箱などをしまっておける収納スペースになっています。車内空間を最大限までに活用する同社の熱意が伺えますね。サードソファーの座面下にはスピーカーを装備。お気に入りの BGM をかけて旅先でのんびり、理想のバンライフですね。オプションになりますが、エヴァスペシア製の FF ヒーターの装備も可能です。電装スイッチパネルやコンセント類などは、助手席側カウンター側面にあります。USB ポートと 12V ソケットも備わっており、電動の調理器具なども使えます。
またノート PC などを持ち込んで車内を書斎として使うこともできちゃいます。リモートワークにも最適ですね。外部電源入力はエクステリアのサイドに。 RV パークやオートキャンプ場で電源をつなげることで給電が可能になります。長旅派にも嬉しい装備といえます。走行時の快適性を高められるオリジナルスプリングのオーダーも可能です。ハイエースをベースに独自の電装機構メビウスシステムを搭載した K-WORKS のオーロラエクスクルーシブ。インテリアの高級感のある作り込みもとても魅力的な一台ですね。K-WORKS のオーロラはシリーズ展開しています。このモデルのほか、オールドアメリカンテイストのクラシック版、ファミリーユースにより特化したエヴァンス、この字型ダイネットが展開可能な DK グレイスなど、豊富なラインナップがあります。このチャンネルでは、旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。